A-Night At the Opera、Tour、は、イギリスのロックバンド、クイーンが1975年から1976年にかけてに行ったアルバム、オペラ座の夜リリースに伴うコンサートツアー。このツアーの1975年12月24日のロンドン、ハマースミスオデオンで行われたライブの映像は、オデオン座の夜ハマースミス1975としてリリースされている。 これは1976年1月30日に、アメリカ合衆国のボストンで行われたライブのセットリストであり、ツアー期間中のすべてのセットリストを表すものではない。ボヘミアン・ラプソディ・オーガ・バトル・スウィート・レディ・ホワイト、クイーン・フリック・オブ・ザ・リスト・ボヘミアン・ラプソディ・キラー・クイーン・マーチ・オブ・ザ・ブラック、クイーン・ボヘミアン・ラプソディ・リロイ・ブラウン・ブライトン・ロック・ギター・ソロ3・サン ドーター予言者の歌ストーンコールドクレイジーうつろな、日曜エンのロックンロール輝ける7つの、ウミラ赤ー神々のゴーアンコールナウアイムヒアビック、スペンダー監獄ロックゴット、セーブザクイーン。ありがとうございます。